この俺の首でも取りに来たが。おお、面白いと来たか。大した玉じゃねえか。気に入ったぜ。なんせこの女性だ。狂犬は何匹いてもいい。ま、楽にしてくれ。話してやれ。へえ。いいか、今俺たちは奉行所の奴らと戦になりかけてる。もともと天原は俺たちが仕切っていた町だ。それがここ最近、奉行所の奴らがやたらと動き出しやがってな。半端じゃねえ死人が出るありさまだ。奉行所といっても恐れることはない。要は最後にこの天原を誰が仕切るかってことだ。そうすればちょいと別の道からあいつらの首根っこを押さえつけることだってできる。それはこの俺に任せておけ。そのためには縄張りをきちんと守り広げなきゃいけねえ。いいか、仕事はたっぷりやろ。報酬も弾んでやる。だからそれなりの働きをしてみせな。早速だが、一つ使いを頼もうか。鹿野町に行って、霞って娘を連れてきてくれ。こいつは先代の一人娘でな。青戸組の後目の件で相談があるんだが、どういうわけか俺と会うのを固くなに拒んでやがる。うちの連中が行くと警戒するからな。お前ならちょうどいいだろう。もちろんこれは仕事だ。報酬は出すぜ。どうだ、引き受けてくれるか。よーし、決まった。鼻っ柱の強い娘だからな。怪我させないように気をつけてくれ。何せ大事な先代のお嬢さんだからよ。